多分ヒイラギさんが、私が会議ボタンの前で立ってるのを、見てて、その後に砂溜めさんが押しに来た時に僕が会議ボタンの前に行ったのを知ってるはずです。まあ、はい、まあそうですね。会議中だって今。うん。オッケーです。はい、今あの電気エレクトリカル邪魔したのは多分俺です。見たね。いやこういう時にかけて一歩探ると思ったけど引いていかない実況者力。ナイス。お疲れさん。よし茶色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 。んーしょ。結構ね。第五人格の中でも。やりこんでらっしゃる方が多いっぽいので配信とかでもねセンタンさんの動画見ましたみたいな言ってくださってる方もいらっしゃるみたいなんで楽しみですね今日ね茶色オレンジ緑水色いやじゃあ皆さんミュート解除してください。は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 い、じゃあ、言います。はい。砂ザメ発見しました。はい、はい、ウェポンでレレイさんが、ちょうどあの、チュンチュンやる椅子のところで死んでました。うん、はい。ほう。なるほど。なので、はい、こう、ね、右にいた人が怪しいと、私なんかはちょっと思っちゃったりしちゃうんですよね。はいはい、はい、ひらぎ右上の、はい、ダウンロードした後にアドミンのアップロードしに行ったんだけどその時砂ザメさんがアドミン見てて一緒に見たら、はい、ウェポンズ1カフェテリア1やったんですよ、はいはい、そうですねだから右にいたのは4人レレイさん含む4人やと思うはいはいレレイさんを見た人が話したらいいんじゃないかなと思いますレレイさんを見た人一番最後に黄色を見たっていう人はいますかね我こそは結構終盤見てましたね。え？え？どこら辺で見てましたか？あれですね、リアクターを直しに行かなきゃいけなかったじゃないですか。はいはい。で、リアクターを直しに行ってる道中で、まあ、リアクターの部屋の付近までは、レレイさん来てたんで、で、それで。いや、来てないです。ん？いや、来てましたよ。来てたとなると、ウェポンを発見したっていう砂ザメさんの話が嘘っぽくなりますね。あ、すいません、ルートです。はい。なんか、ウェポンズから、プリコさんと僕が一緒には左に行って、はいはいはい、リアクターに行ったんですけど、僕の方とは多分同じぐらいのスピードで行ってたんですけど、僕の方は後ろのレレイさんを確認できなかったんで、プリコさんが嘘をついていると言いたいんですか、それは。いや、でも、どうなんだろう、そんな嘘つ、僕と間違えてないですか、プリコさん。いや、黄色かったはずですけどね。これはもしかして真っ暗やもんね。リアクターまで今来て、で、まあ多分部屋までは入ってなかったと思うけど、確かもう、俺とレレイさんは多分部屋に入る直前ぐらいでもう解除されてしまったんで、じゃあってことで戻ったんですよ、レレイさん特に。でも、リアクター直ってすぐですよね、これ。リアクター直ってすぐですね。ちょっとまあまあ、10秒ぐらいはあったと思いますけど。ウェブに行く時間はないですよね。うん、リアクターはどうだろう、中に入りきってなかったら、とかで、10秒ぐらいはあったじゃないですか。でも、それこそ、止められたしな。何のこと早っ、ね、プリコさん怪しいんじゃないですか、ちょっと。すみません、怪しい。プリコさんか、サムさんか、また会議しましょう。お願いします。プリコさん、サムさん、ボタンお願いします。なんだこの食い違いは間違いか全部本当に合ってるか、押されず もっと あああれボタンが押されなかったっすね。押されなかったです。あらららら。何押さないとダメだった。あ、そういうことか。一応なんかこう、疑われてる人が押した方がなんか白っぽいかなみたいな、なんか。議論をしなかったのかなみたいな。
子さん話したくないんだみたいなね。そんなルールないっすよ、第五界隈には。ちなみにちょっと、ね、あのこれだけ言いたいんですけど、あ、ごめんなさい、砂ザメです。あのヒイラギさんが結構私がアドミン見たの、アドミンでじっとしたのを見てると思うんで、うん、私の殺害は不可能だ、不可能だと思います。はい、ヒイラギさんですね。はい、あとアドミン見た感じ、リアクター中にもうウェポンズ1ついてたんですよ。そうですね。でその時にリアクターが5あったんですよね、うん、なのでそのリアクターの5人は今回の殺害無理だったんじゃないのかなとかは思っちゃいます、ね、うん、リアクター5人が、はい、発言したいです。プテラです、はい、マンサヤさん、はい、リアクター上直しました？はい、直しました。そうですよね。そう、メドベイに最初一緒に2人で行って、そうで、マンサヤさんが多分左のリアクターの上を直したんだろう、うん、僕下直したんですよ。だからそのメドベイにいたから早かったっていうのがあって、マンサヤさんはこのキルに関しては白いですね。めちゃくちゃ早かったですよね、リアクターなのかな。じゃあマンサヤ、プテハシはリアクターにいて無理だ。はい、はい、他には、ね、プテプテと一緒に下直してた人がいた。お、誰ですか、それは。マガメミ。誰かな。あ、僕行ったっけな。僕行ったかな。まあ、自己申告でいいじゃない。どうやったかな。1日目は先端さんとずっと一緒に行動したんで、うん、はいはいはい。で、先端さんが急にね、消えるシーンがあったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、あのどこら辺で消えたんですか？ローアーエンジンのところからリアクターの方に向かってたら、いきなりパッて消えて、あ、うん、まあでも位置的にはウェポンの殺害は無理そうな感じですかね。ちなみに僕、直し終わってから真ん中の、あそこをやってましたんで、多分誰か赤色見てると思います。うん、真ん中まで戻ったんですか？うん、真ん中の、リアクターの。リアクターの真ん中の話でしょ？リアクターの真ん中。リアクターの中の真ん中のタスクを下からタスクやってました。のぴさんがアリバイないじゃないですか、ちょっと。で、僕は、誰かとすれ違ったと思うんですけど、ちょっとそれが誰かわからないんですけど、僕はストレージの左側まで行ってました。ストレージ、ああ、じゃあちょっと浮いてしまってたっていう。まあ、はい。のピサあたりが怪しいのかな、はい、じゃあ。じゃあちょっと今怪しまれてる人は、ね、ボタンを連打してください。ずっと。ボタンを連打。お願いします。これ多分どれも直せんな。オッケー。押さないね。ああ。あのボタン連打っていうのはちょっと分からなかったんですけど、はいはい、エマージェンシーのことですよね。はい。あ、なるほど。だいぶ下手じゃねえか。じゃあちょっと会議ボタンですね。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと整理をすると、カティさん、センターさんはロアエンジンあたりでわちゃわちゃしたから、まあ、ウェポンは厳しそう。うん、プテラさんとマンサヤさんはリアクターにいたから無理そう。うん、私はアドミンにいたから無理。で、ヒイラギさんも結構近くにいたので無理っぽいなってなると、ルート、プリコ、ノピの3人がちょっと怪しく見えてしまいますと。なるほど、なるほど。ヒイラギさんって無理なんですかね。整理の鬼じゃん。ヒイラギさんは一応、可能っちゃ可能ですけど、うん、まあまあ一旦ちょっとグレー1っていう感じです。はい、はい、分かりました。なのでルートさんがちょっと弁明をしてほしいかなっていう。はい、僕はだからプリコさんと2人でリアクターになった瞬間にうん、ウェポンズでレレイさん見てたんですけど、はい、そこからすぐに左に行って走ってリアクターまで行ったんですよ、プリコさんと2人で。じゃあルートさん目線だとプリコさんがレレイさん殺して去っていったは無理っぽい。無理ですね。あ、じゃあ今回ですけどルートさんプリコさん白いですね。はい、でもプリコさんはレレイさんを見てるんですよね。あ、それがちょっとごめんなさい、見間違いだったんかもしれないですよ、はい、みんなの話。あ、なるほどね。まあってことはもう完全にの浮いてるのぴさんか、まあ私の中で一応殺害が可能だったヒイラギさんの二択になっちゃうかなーって。あら、はいはいはい、あら、ヒイラギさんどこにいたんでしたっけ、ちなみに。アドミン、アドミン見てて、ウェポンズ1、うん、カフェテリア1、リアクター5あったんですよ。うん、で、アドミン2に、うん、私と砂ザメさんいたんで、はい、で、私がずっとアドミンいて、で、アドミンに今入ってきたんですよね、終盤あたりにヒイラギさんが、うんうん、だからまあ
アドミンでウェポンで殺した後にアドミンに入りに来たって言えなくもない感じだったので、いや多分クールタイム的に無理ですね。多分リアクター鳴ってる最中ぐらいに多分30秒経過ぐらいなんで、あ、じゃあ10秒か、なんでもない、初手だった。それは関係ないね。じゃあ、ちょっとのぴさんと、ひらぎさんがどうしてもちょっと怪しく見えてしまう。まあ、怪しいけど、絞り込みでいけば、そこら辺。確証はないから、確証はないから、うん。まあ、警戒しながらやりましょう。警戒しながら。うん、ビクビクしながら、のぴさんに近づくときちょっとビクビクしながら、ちょっと怖い感じ。のぴさんの目が違う、これ、のぴさんのこの白いボディが真っ赤に染まってた。あ、そう。で、あればもう黒です。待機なしで。初日の話はもう一旦終わりで。はい、わかりました。はい、ヒイラギさんのこの色も返り血で止まってる可能性。じゃあ、じゃあか。ヒイさん、あ、でもヒイラギさんは自分から情報出してるし、なさそうだけどな。黒茶白。パティさんへストーカーされとる。黒茶白、黒茶白な、めっちゃストーカーされてるが、えい、趣味回り行くか。よし、まあ今日は出力まあまあ高めぐらいでいきますか。あれれ今やった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 、誰誰誰誰、え、今誰よ。私が発見してますけど。はいはいはい、私がコミュニケーションの出口のいました。コミュニケーションの出口の左上あたりで、プテラ高橋さんがやられてて、その真横をカティさんが通ってリアクターの方向に向かってた。僕はストレージ側からコミュニケーション、あとアドミンにいたんですね、私。で、コミュニケーション1、シールド1やったんで、多分死んでるなと思って、ストレージ、コミュニケーションって戻っていったら、死体があって、カティさんがガン無視して、すれ違いました。僕はウェポンズの方からナビゲーションの方に行って、で、シールド行って、で、コミュニケ、シールドの方からリアクターの方に行こうとしてるときに、センターさんがやって報告してるの見ました。あ、ちなみに、今の、直前の話で、右側に行った人が、茶、黒、白、赤なんですね。で、のぴさんは、まあ、だいぶ浮いてて怪しかったじゃないですか。はいはい。で、ルートさんも黒で右でやられてるんですね。ってなると、右側で2人死んでて、直前に私は茶色のカティさん見てて、昨日浮いてたのぴさんとの、まあ、ダブルキルっていうのが、なるほど、分かりやすいかなと思います、ね、間が刺しちゃったんですね。うん、なるほど。で、自分は右から行って、コミュニケーターの方で見つけたんで、もう一人の死体が、誰ですか、プテアスさんか。プテアスさんはどこで死んでるかわかんないですね。だからリアクターなる前後にやられたかって言ったところだと思います。で、シールドの方からストレージの方行ってたんで、じゃあまあカティさんみたいに僕なら、じゃあまず皆さん目線から初日の容疑者であったのぴさんから落としていただいて、あと先端カティでの順で落としても終わるので、それでいかがでしょうか。うん、まあ確かに特にのぴさんでいいかな、僕ちょっとごめんなさい、カティさん入れちゃいました、焦って。のぴさんに投票してください。大変だ。みんなめっちゃ従順な。いつもふざけるのに、え、これ大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫、大丈夫。出るかな。ボタン押しして忘れてた。
使えないんだから、じゃあお願いします。読んでいただけたらなと思います。先生、カジーさんが電気つけるの邪魔します。わ、はい、先生、カジーさんがつけてもつけても消すんです。え、俺全然つかなくて、もう全部ついたと思って離れたのにつかないから、いたのがヒイラギ先生とプリコさんと、うん、あともう一人が邪魔してきました。電気つけるの。でもさっきの殺し、私とマンサイとプリコ無理なんですよ。そうです。さっきの殺しに関しては。一人が誰なのかがわからない。じゃあ先端が邪魔したんだ。ね、私はずっと、多分ヒイラギさんが、私が会議ボタンの前で立ってるのを、見てて、その後に砂溜さんが押しに来た時に僕が会議ボタンの前に行ったのを知ってるはずです。まあ、はい、まあそうですね、会議中だって今、うん、OK です。はい、今あの電気エレクトリカル邪魔したのは多分俺です。何故。なるほど。直そうとした結果がごちゃごちゃってなって、バッシングしちゃったわけですね。なるほど。まあまあちょっと今日はそのカティさんかセンターさん、まあ釣りましょうかっていう意味の中央ボタン押します。なるほどです。はい、はい、でまあ昨日の話からするともう残りはセンターさんかカティさんになるのかなとは思っていて、はい、他の方々の動きを教えていただいてもいいですか。でも見たんですよね、私をが殺したのカティさんは。はい。で、あと一人、レレイさんの場所がわかん、レレイさん？プテハシさんの？プテハシ？プテハシさんの場所がわかんないんで、うん、みんなの場所を教えてほしいです。ヤギマンチェプイコはリアクターの近くにいたよ、左側。エレクトリカルから。砂溜はストレージの右下の落ち葉のやつですね。結構、エレクトリカルから、どこにいた感じですか。 3人ね、エレクトリカルからマンチェッタ、私はリアクターつけようとして、プリコはストレージ側に走ってた。え、でもこれさ、うん、ちょっと待って、ザメザメとさ先端が、そう、私先端さんに入れたよ。私そっち説が怖いから。あ、であればこれで、いいです。じゃあ私からゲームが終わんなければ、これでゲーム終わんなければ誰かがまたボタンを押して、じゃあ先端さん釣るみたいな。いや、ちょっと自分今回ボタン押しお願いします。できなかった。俺さよなら。帰ってきたら死んでる。さよなら。ナイス。いや、これは。いや、マジ強すぎ、人狼上の人、本当に。すごい。あ、抜けちゃった。どうやって勝つの、これ。すごい。すごすぎ。許されないですね。許されないね。うん。詰められない。第5界隈の皆さん、いいですか。従うだけで僕を殺しに行くのやめてほしい。自分の意思を持ちましょう、皆さん。自分の意思を。いや、マジで投票笑ったわ、あれ。みんな、言いなりだった。反論なく、のぴさんに全部入った。僕、もう、言い訳しようと思った時には死んでましたね、僕。コッパみじになって。残り3秒です。すいません、ちょっと、結構、バーって喋っちゃったんで。すいません。すごい。いや、でも、全部合ってますね。いや、ほんまにすごい、素晴らしい。全部合ってます。いや、僕は、このままじゃダメやなと思って今メモ帳持ってきました、ちゃんと。はい、エンジョイズやから脱出してガチ勢に。あれ、レレイさんを、じゃあレレイさん殺したのピスさんだったんですか。はい、僕がレレイさんが本当に何も動かずにずっとタスクやってるから、もうとりあえず通りしなに殺したら思いのほか早く見つかっちゃって、そう、誰と合流することもアリバイ作ることもなく見つかっちゃったからやばいと思って。え、だってどう考えても私の方が黒かったんですよ、位置的に。いや、位置的にはね。ね、それこの動きじゃなくて炙り出した。誰とも会わなかったっていうのがちょっとまずかったっすね。やばいよー。怖っ。そうですね。まあ、自らアドミンに来て私の白証明する行動があんまり狼っぽくなかったように見えたので、ヒイラギさんとノピさんどっちかって言ったらノピさんの方が黒っぽいなっていう。なるほど。兄貴やりますね。兄貴めちゃくちゃ動揺してませんでした。僕違いますよ、ヒイラギさんに言われたら何とでも言おうと思ったけど、砂鮫さんに言われたからこれ変なこと言ったら殺されると思って考えてた。何も言えんか。カティもめっちゃ動揺して
ちょっとなんかいつもの元気さが、ね、いろんな人のアマンガスの動画見て、うん、人狼になったらとにかく我慢するっていうことを今回心がけてたんですよ。なるほど。殺さないように。そしたら、のっぴさんがいきなり目の前で誰か殺し始めプテアツさん殺し始めてうわこの人やったわと思って俺のっていていかなきゃ。勘違いしたけど、いや死体発見プテハシですよ。あれプテハシさん、ああそうですよね、ずっとだからカティさん、プテハシさんの死体わかんないって言ってたけど、うん、カティさん、プテハシ殺したのカティさんですよ。まあちょっと、昨日覚えるのがちょっと苦手なんで、ボロが出てるやん、ね、めちゃくちゃ動揺してた。そうですね、なかなかやっぱ、でも人狼楽しいですね、もっとやりたいですね。まあ、ウォーミングアップだね、今のはね。